お待たせしました。あの、はじめまして、鳴上陽太です。はじめまして、佐藤俊徳です。この人がひなのお父さん。見た感じ、普通の父親って感じがするけど。あの、ひなさんのことでお尋ねしたいことがあって来ました。ひな？うん、あの子は大変な子だった。だった？なんだ、この違和感は。はい、お茶どうぞ。ありがとうございます。え？一人分？なんで？だって、僕はひなと。待て待て待て、ひなと一緒にここに来たんだ。今だってすぐ隣に座っているのに。嘘だ、違うって言ってくれ。そんな、まさか他の人にはひなの姿が。あ、ロイヤルミルクティーはもう少し待っててね。ほむ、見えてた。なんじゃやかましい。いやいや。